じゃあ姉妹で呼ばれます。めっちゃうまそう。ちょ写真も撮る。いただきます。うまおいしい。コートの方がいいかな。酒のあてには最高やな。ビールも飲みたい。うん、これで味噌汁したらうまいやな。うん、まあ、もう次はこれな。作り方。うん。バンズの下側にソース1ソースに塗ります。ソース3をレタスにかけ、野菜のマリネをのせます。完成したバーガーホタテ、あ、ちゃうわ、2番があるのか。2番がないやん。モッツァレラチーズも塗ったホタテハルモンとレタスを中に乗せます。なんて難しいな。ホタテのサラテのこれか。ほんまのホタテやんか。ほんまのホタテやん。バンズの下側にソース1、上側にソース2を塗ります。ソース1、まあ、別にどう食べようか勝手やけどね。ソース1、スイッチを入れます。2、うん、どう食べてもいいんやろうけど、一応水晶のところでも一番蒸しいはずや。上側のソースに塗ります。うん。
そちらに塗って、うん、それで、ソース3をレタスにかけて、最後までちょっと下が伸びる、じゃあ一旦レタスを準備します。ホタテ入ります。うわ。しかもモッツァレラチーズになったホタテ春巻き、モッツァレラチーズになったホタテ春巻きを見てレタスを乗せる、うんうん、ビッグマックどころじゃないやん。ソースさんはレタスに3枚で乗せます。これかチーズもまそう。はい。こういう感じかな。ここまで。はい、こんな感じで。ここにマリネを乗せます。マリネを乗せます。うん。これがバンズに乗せて完成。というかかぶせて